2008年11月8日、上海ワールドフィナンシャルセンターにおいて、中央大学創立125周年記念上海国際シンポジウムが開催されました。シンポジウムは、東アジアの時代と大学連携という全体テーマで、いくつかのセッションが行われ、長時間のプログラムにもかかわらず、延べ450人を超える参加者にご来場いただきました。首先，请允许我代表中央大学，对各位在百忙之中抽出时间光临本次会议。中央大学学術新シルクロードへようこそ。本学は1885年にイギリスミドルテンプルの卒業生を主要メンバーとする創立者たちによって創立されました。2010年に創立125周年を迎えるにあたって、もう一度建学の精神を思い返し、本学の研究教育を再構築しようと考えました。そこでイギリスのミドルテンプルに建学の精神を求めて旅をすることにしました。日本の東京の中央大学、東の果てからロンドンのミドルテンプル、西の果てまでであります。これを三蔵法師がお経を求めて西に旅したシルクロードに例えて、中央大学学術シルクロードと名付けました。中央大学を出まして、この6月に韓国ソウルで司法改革、ロースクール制度を中心としたシンポジウムを開催しました。そのシンポジウムは、韓国のテレビ、新聞でも取り上げられ、大変大きな反響を呼びました。そのような学術シルクロードの道、第2の場が、本日の上海におけるシンポジウムであります。学術的には、東アジアの通貨トーンをテーマにしたシンポジウムが含まれています。私は今日こういう形でシンポジウムが開催されるわけでありますが、来賓の先生方からもお話もございましたように、今世界的にも経済問題は重要問題になっているわけであります。しかし私は悲観をしていないわけであります。中国の皆さん方も燃えるような心で中国経済を一生懸命頑張って支えておられます。日本においても同じであります。この日中の国民の皆さん方の勤勉で本当に素晴らしい心は必ずアメリカのこの経済危機が発生しましたけれども乗り越えていける東南アジアの本当の心の力の結集だと私は確信をいたしております。そういう面でですね、経済問題の今日は、あるいは食料問題、こういう問題のシンポジウム、そして本質的な教育機関としての教育の交流、こういう問題に対するですね、本当の交流が行われることは、一層ですね、この経済的に、この東南アジアにおける中国、日本のですね、役割というのが高く評価されることになるのではないかと確信をいたしております。どうか皆さん方、ここには若い中国の方々もおられます。日本にもまた多くの中国の方々がいろんな形で勉学に励んでおられます。これらの若い方々がこれから日本と中国の大きな将来、東南アジアの将来を担っていかれるのではないかと私は確信をしております。そのことが本当の平和に貢献する、あるいは教育の本当の真髄ではないかと思っております。最後のセッションでは、アジアのエネルギー資源と食料需給というテーマで学生討論会が行われました。アジアのエネルギー資源と食料需給と題しました学生討論会を行いたいと存じます。 First, good afternoon ladies and gentlemen. Today, I would like to first, I do appreciate that for the Japan Chuo University gave us this opportunity to discuss the problems we have to face nowadays with two countries.
And now get on to business. Consider the time is really limited. I just want to give you like a brief discuss. Introduction. Nowadays, the source of energy is short supplied by a serious problems. And two is like each country have to realize that, have to face that problems on the hot hand. Introduction. One, factor of rising oil price, grain price. Two, influence of resource generator inflation. 3. Possibility of biofuel as oil substitute. Conclusion. Introduction. In energy and resource markets, この討論会ではシンポジウム会場と多摩キャンパスをテレビ会議で結び、日中の学生たちが国境を越えた議論を展開し交流を深めました。 For the environment, what image do you have to, you know, reduce the burden?For the environment, negative burden. Yeah, okay, okay, I know. You mean how to release the burden of the environment, right? Yes. 一概に先進国の影響がなくて、途上国の影響がすごい甚大であるとは言い難い。つまりその国のその、まあ、農産物であるとか工業構造、産業構造の違いによって与える影響というものは異なってくるのではないかというふうに考えております。国を越えてお互いの考え方に触れ、同じ時間を共有する機会が私たちの世代に経験できることがますます頻繁になることで、お互いに未来に向かって発展する基盤を強固にできると実感いたしました。どうもありがとうございました。相信中央大学一定能够沿袭本次研讨会的主题精神，与讨论共识，在今后促进国际交流的诸多事务中发挥出更大更有意义的作用。谢谢大家。谢谢两位的发言。